大日山は、福井県勝山市及び、石川県加賀市と小松市にまたがる、標高1368メートルの山。下越国境に位置する両資料山地のトロイデン型の火山である。山海は山中、大日山形立自然公園に指定されているとともに、恐竜渓谷福井勝山ジオパークに指定されている。山頂からは間近に、勝山市や、宝温寺山、富士宇市が、 竹島を望むことができる。福井県側では越前大日もしくは越前港と呼び、石川県側では加賀大日とも呼ばれる。最高峰は石川県の片栗避難小屋を登ったところにあり、通常これが加賀大日山頂である。採用は、稜線が長く大日避難小屋を北に下った線319.6メートルの稜線にある三角点があるピークが、 越前大日山頂である。越前大日山の山名は、大日如来を祀った山であることに由来し、古くは白山気候で、大日山と記されていた。山の形状が、かぶと状なので、かぶとと呼ばれてきた。過去鉱山の敷屈があったと言われている。石川県側には、樹高が10メートル、直径が30センチメートルに達するブナがあり、関蘇気が多く、福井県側は、 木炭製造のための伐採により植林が多い。頂上周辺の緩斜面には水木、ノキ、の木、千島笹などが繁茂している。両県から登山道整備されているが、越前港から加賀大日への両線ルートは夏場笹やぶが多く迷いやすいので注意が必要である。1967年正月に6人が登山中に遭難死した。福井県側からは、 国道416号に登山口があり、大日峠まで約45分、そこから越前大日山まで両線図体に約1時間ほどを要する。駐車場はない。河の由来となった福井県側のスケソウ壁岩場は、勝山市側から、はっきりと見える。石川県側からは、石川県道153号和方に、今立東汚線経由加賀島佐古町を起点にし、 正大日山1 9 8 4メートルを超えて、加賀大日と、大日避難小屋からおねずいに周遊する、登山道が整備されている。京ヶ岳から望む宝温寺山と大日山大日山、富士しヶ岳、倉掛山の三山,山は、江沼山山、または、河南山山と呼ばれている。以下の日本海へと流れる河川の源流となる山である。以下は、 本校の山とは直接関係ない第日山である第日で始まるページの一覧ありがとうございます。